ダンベルプローバーだね。胸と背中の鍛え分けやベンチの向きについて教えてほしいです。まあ俺両方胸でも背中でもプローバーやるんだけれども、俺は胸やるときは上げ切ったときにこう胸を張るような感じで、腕をやや曲げ、この肘を曲げた ところでこうサイドチェストをやるイメージで上げてくる。で背中は逆に腕を伸ばしてストレッチ、遠くにストレッチさせるようなイメージでやる。まあ胸郭を広げるといういい種目なので、これは仕上げの種目としてぜひやってください。